皆さんはアルルの隠しコマンドあるの知ってましたか？隠しコマンド？アルルにカーソル合わせて X を10回押すと。え、なんだこれ？アルルの衣装違いが登場するんですよね。こんな隠しコマンドがあったんだ。ちなみにボイスは変わらなかったです。本当に衣装違いってだけですね。アプデで使いされたのか。厳密には追加されていたっぽいですね。皆さんもよかったら使ってみてくださいね。はいどうも皆さんこんにちは、ゆうすけです。霊夢です。マリサだぜ。というわけで今回もぷよぷよ実況やります。やっていこうか。いやー、いろいろなぷよぷよの情報が解禁されましたね。ぷよカップや国体とかな。ぷよカップはみんな日程待っていたからね。まあ正直なところちょっと遅いのは否めないけど、まあ10月の予定みんな入れちゃうしね。そういえばスケモンぷよカップも10月の11日に開催することを決めました。 Twitter では告知していたんですけど、こっちでは言うの遅れました。すいません。もし参加したいという方がいれば概要欄から Discord のサバに入ってくれ。そこで大会ルールを見た上で参加申請を行ってください。今回は1位に山菊3000円、2位2000円、2位に500円を贈呈します。参加資格とかはあるの？今回は誰でも参加 OK です。レートが高すぎても低すぎてもどっちでも OK。 前回は上限を設定していたが、今回はそういうのは設けていないんだな。まあ商品出すなら制限しても面白くないかなと思って。っていうことでまた当日の生放送をお楽しみに。さて一本先に選手したところから実況を再開していきますね。今回の相手は後折 GTR を使っているな。こちらは対照的に安定の先折 GTR だね。緑までしっかり連鎖を組み込んでいって、まずは2連鎖から入っていきますか。相手は黄色発火で対応手があったんですが、引けなかったので受けましたね。まあでもリソース不利になるから発火しなかったんじゃない？なるほどな。まあでもこれでだいぶ場を崩せましたよね。さて、なんか圧的な構えをしているからな。伸ばすのもちょっと怖いが。案の定にダブで切ってきたな。これでそのまま本線発火しちゃうか。あれでも結構連鎖入れにくいんですよね。でも連鎖入れなくても普通に帰ってきそうじゃない？それくらいの量ありそうだよね。どうだろうか。ちょっと相手はツモが噛み合ってなかった印象。そうだな、ちょっとかわいそうだったな。さて、2戦目やっていきますか。今回は先折り GTR 対決ですね。初期手順で少し分かれたな。まあこの辺は後の立ち回り次第で変わってくるので。しっかり連鎖にも入れやすい形になったね。この形結構強いですよね。僕の好んでいる形の一つである。先折り GTR 使いならこの形嫌いなやつほとんどいないと思うけどな。相手は単発に2連鎖で反応してきたね。ちょっとこっちの単発は良くなかったかな。この多重側に入り込んだお邪魔が少し厄介ですね。どう処理しつつこの後立ち回っていくかだよね。もうこれ本戦打っていいんじゃね。なんか相手の形やばいし。完全に中盤しますよって雰囲気出してきているな。ああ、でも案外こっちの連鎖渋いな。5万くらいはあるつもりだったけど。4万くらいで収まりそうなレベルだね。でも相手もそこまで伸ばしに成功しているように見えないので、帰ってきてもセカンド圏内では。あれは、緑までですね。多分帰ってこないね。まあ見切り発火圏なんか本戦打ちたい気持ちが芽生えて打っちゃった系の試合ですね。本戦打ちたい衝動が出たんか。最終的に勝てればどんな勝ち方でもいいんだ。 AAD のツモパターンですね。このパターンは未だに最高率ってかわからん。ちょっと探り探り最近流行っているんですけど、今回の手順は少しミスった感あるね。そうね、折り返しの緑が暖色済みみたいじゃないとうまく消えないんじゃないか。ちょっと隙ができるので一回折り返し部分で3連鎖くらいを構えておきますか。相手も3連鎖は確保しているが、あれは打ってこなさそうだな。ここで相手が2連鎖打ってきたので3連鎖でしっかり対応していきます。それに対して相手は確保していたもう一つの3連鎖使ってきましたね。ちょっとこっちには手がないからこれは受けるしかなさそうだな。2段の振りどころが、これは大丈夫そうですね。早めにキープ4も入れていたから連鎖が繋がらないという事態にもならないね。いやーこれめっちゃツモいいじゃん。本戦打ちたい、打っていい。このツモは打ちたくなるよな。打つと振りだけど打ちたくなる。相手は連鎖側があんまり入っているように見えないので、これは案外いけちゃうのでは。1戦目の再現。最後相手はちぎらなければ本戦が打てそうでしたね。打たれたら返されていたかもな。雑談パートでございます。今日のテーマは何ですかね。最近のいいこと。いいことって言ったらちょっと違うかもなんですけど、この前すごい発見をしたんですよね。すごい発見ってなんだよ。 Uber Eats やってみたんですよこの前。あ、ついにそれに手を出してしまったのか。ついに手を出してしまいましたね。っていうのも Uber Eats に初回限定とかかな、1500円割引っていうのがあって、ちょうど家にいて外雨だし、なんか頼んでみようかなと思って初めてやってみたんですよね。1500円割引ってことはほぼ一食分ただってことか。そういうことだね。厳密には手数料は割引できなかったから、その分は PayPay で支払いましたけど。なるほどな。そんで初めて使ってみたんですけど、あれすごいですね。まず配達員の情報がしっかり書かれているんですよ。そうなのか。なんか全く知らない人が届けに来るっていうのでちょっと抵抗感があったんですけど、ちょっとそこでどんな人か情報を知れるっていうのがいいですよね。そんでいろんな評価があって、円滑なコミュニケーションとか配達スピードとか。あ、ってことは配達員側もしっかり利用者に評価されないといけないから。そういうシステムあるならね、結構安心できるというか。
雑な配達ができないように抑止力となりそうだな。そんでもう一つ驚いたのが、あれってリアルタイムで配達員がどこにいるのか、アプリで確認できちゃうんだよね。へえ、それってすごいな。どうやっているんだろうな。僕Uber Eatsの配達側は全くわからないんだけど、向こうのスマホとかの GPS とかで位置が把握できるっていうシステムなのかね。まあ可能性としてはそれが一番ありそうだけど。いや面白いですよね。そんな機能があると思わなかったから、ずっと届くのが待っている時配達員の動きをずっと見てたわ。いや暇なのかよお前。ちなみに初Uber Eatsは何を頼んだの？僕は家系ラーメン頼みました。ラーメンか、お前大好きだもんな。いやー、家系ラーメンを家で食べられるって最高じゃないですか。まあラーメンのテイクアウトってあんまり聞かないからな。でもUber Eatsやってるところってできるのかね。今度聞いてみようかな。ラーメンってどんな感じで届くの？なんかプラスチックの入れ物が2層になっていて、上の層に麺と具材、下の層にスープが入っているって感じだった。スープとかって冷めていなかったか？十分に温かかったよ。全然美味しく食べることができるレベル。へえ、そうなんだ。今回は家だからってことでご飯を大盛りにしちゃいましたけど、食べることができませんでした。それは草。でもご飯は残しても夜食べられますからね。その分は夕飯で食べました。それが家で食べることができることのメリットだね。でもUber Eatsって配達員が現在どこにいるかで頼めるものが変わってくるらしいので、その点だけ不便かなって思いましたね。まあ配達員も四六時中やっているわけじゃないしね。お前もやれば運動不足解消できるんじゃね。いやコミュ障なのでやめておきます。評価低くなっちゃうからね。そういうことだ。悲しい理由だな。まあ最近あったいいことっていうのは僕はUber Eatsの発見ですね。いかったら皆さんも最近のいいことをコメントに書いてみてね。次はコメント返しだな。連休エンジョイは仕方ないですよ。ぼちぼちの投稿でもいいので失踪だけはしないでくださいね。失踪投稿もやめてくださいね。かん。失踪はマジでしないと思うので大丈夫です。たまに投稿がふと切れる人っているからな。僕はそういうことしないと思うので大丈夫です。毎日投稿大好きだもんね。その言い方も変だけどね。今日誕生日なので祝ってください。おめでとうございます。おめでとうだぜ。最近ジェンタマにめちゃくちゃハマってます。100万狙いでほぼ確で負けてますが、わら。でもあれだよね。100万なんか出しちゃえば一気に有利、あるいは大逆転だから、狙いたくなっちゃうのわかる。勝ちに行く安定した立ち回りもいいけど、こういうゲームのロマンみたいのは大切にしたいよな。運要素あると競技性がないとかいう人いるけど、運要素があってこその魅力もあると思うんですよね。ぷよぷよとかも大会で過密もらえたとかすごい盛り上がるしね。わかる、会場が一気に湧くよね。ポケモンさんの動画見ることです。普段はテレビで友達と見てますね、笑い。で、テレビでこの実況を見ているだと。画質をもっと上げなければ。そこかい。マジレスするとこれ以上の画質向上は 4K とかになっちゃうんじゃないの？まあ無理ですね。てかパソコンのスペック的に無理だろ。 60fps とかの動画を出せるレベルになるといいよな。ああ、そういえばあんま気にしていなかったけど、でも別に 30fps でよくね。みんな YouTube で 60fps で見てます。どうなんでしょうね。コメント見て教えてくれ。ハマってるもの？マイマイって音ゲーにめっちゃハマってる。こないだゲーセンに半日引きこもって樋口さん1枚とかした。ああ、音ゲーはハマっちゃうとずっとやっちゃいますよね。僕もマイマイ一時期やってましたけど楽しすぎてやめ時わからなかった。まだ100円で数プレイできるのが良心的だよな。結構あれは救われるね。ってことで今回のコメント返しはここまでです。次回もコメントよろしくだぜ。次はラストの試合だね。というわけでラストの試合です。先折り GTR 対決、ここは安定ですね。L 字の色がお互いに逆だな。まあここは好みでしょ。あとはキャンセルの入れやすさとか。お、これは初手でイバラ打てちゃうやつ。この単発は相手にとってかなり嫌だな。早い単発って土台構築がうまくいかなかったりするから嫌がらせとしては最適ですよね。嫌がらせとかしていると人間としてだんだん下になってくるよ。ゲームだからいいんじゃい。でも相手は最初の一段振ったせいで折り返しが繋がりにくそうだな。こっちは一回単発を打って、そのまま81を使って2ダブってか。まあちょっとリソース使いすぎですけどね。なんか相手の場がかなり荒れているので、より悪くして連鎖つなげにくくしてやろうって魂胆。なんか今日のお前ちょっとブラックだな。やはり人間のレベルが下がったんじゃないの？そうかもしれないな。ぷよぷよやっているだけでボロクソに言われるのなんなんだよ。さあこれは相手に掘られる前に仕留め切りたい。いけるかこれは。ちょっと時間がかかったから危なかったな。時間が経てば経つほど戦況ってわからなくなるからね。その間に積も引かれて逆転っていう展開も普通にあるからね。さあまずはいい感じの内容で勝利と。今回も先折り GTR 対決ですね。ちょっと待って、なんか上下を気にしたんだけど。そうやって置いてしまうとどうするんだそれ。一回単発打たれたので2連鎖打ちます。この形から繋げるとなるとちょっと難しいね。あんまこの逆 L 字みたいな形好きじゃない。ちょっと扱いづらいよな。さて相手は真ん中に何か構えてますが、81を引いて2連鎖ダブルを打ってきたね。これは2ダブの連結数が少ないので3連鎖で対応しちゃいます。相手はさらに攻めてきそうな形にも見えるので連鎖際で3連鎖くらい作っとくか。ああ、やっぱり打ってきたな。じゃあこのまま3連鎖使いますね。そんで相手はさらに4連鎖打ってきたね。中盤戦が続きますね。これは折り返し使って対応するか。だけど相手の形がいいのとリソース不足でこれはこっちがだいぶ不利ですね。そうだな、本戦全然打てちゃう形なんだよな相手。なんか見た感じ7連鎖くらいありそうなんでこれはこっから急いで組んでも間に合うか微妙ですね。てかそこダブルになるなら短すぎるし。
終盤戦バチバチにやり合ったけど負けてしまったな。久々に熱い展開だったんじゃない？相手のリソースを削り切るまで中盤されたわ。まあ今のは今ので楽しかったけどね。最近は本戦打って勝つって展開が多かったからな。たまにハイマみたいな試合もいいでしょ。さあ今回はさっきの置きミスを反省してしっかり連鎖には Y 字でまとめました。どうせ何か仕掛けてきそうなので3連鎖は確保しといて。であれ、なんだこの2連鎖。その紫消しちゃうとかなり本戦遠くなる。いやー、単発のつもりだったんだけどなんか間違えたなあれ。これ本戦つなげるのかなり難しいぞ。折り返しの紫が厄介だな。どうするこれ。一回消して組み直すしかないよな。相手はまだ本線を伸ばしているか、ならまだワンチャンあるか。このスペースだと飽和しても負けそうだけどね。一回折り返しを消費したい。それで本線打たせてそこから勝負だ。相手は4連鎖に対して本線打ってきたね。ここまでは予定通り、あとはしっかり伸ばせれば計画は完璧になるんだ。計画って？もうわかんねえや。こいつ諦めやがったぞ。いやー、あの2連鎖のミスが痛かったな。そこをしっかり突かれたね。